究極のカードバトルエンターテインメント、それがバトスピエクストリームゲーム。バトスピエクストリームゲームはユーザー3人で結成されたチームで出場。挑戦者はエイジスステージ、ガーディアンステージ、キングステージという3つのステージに挑む。エイジスステージではチームの代表者2人がエイジス2人とそれぞれ対戦。勝敗に関わらず次のガーディアンステージに進むことができる。6人のガーディアンから選ばれた3人と戦うガーディアンステージでは、通常は対戦相手のガーディアンがランダムで決められるが、エイジスステージの勝利数に応じて対戦相手を指名することができる。ガーディアンステージは勝ち抜き戦となり、3人のガーディアンに勝利すればキングステージへ進出。ただしガーディアンは1人1回ずつ使うことができる特別な効果を持ったエクストリームカードを持っている。最後のキングステージは挑戦者の代表1人とキング木山による一発勝負で行われ、キングに勝てば賞金100万円、負ければ賞金はゼロ。前回、では、転生時効果使用して自分の手札にあるカード名リューサーステロイドアート以外の系統ライズを含む赤白のスピリットカード2枚か、先生を持つ自分赤白のスピリットカード1枚をコストを知らず召喚できるので、頑張れ頑張れ、出してくれアストラドラゴン。なんだアストラドラゴンを召喚します。3点いけますよ。3点作っ、はい、作れたんですね。作れましたね。プラスはないです。はい、アストラドラゴンでアタックします。アタックしました。さあ、アタックです。アタック時効果は特に使用しないです。さあ、アタック時効果は使用しませんでした。あれば、さあ、このトリプルシンボルのアタックないです。こちらもないです。では3点、3点ナイスです。下町で取ったエイジスステージをまずは一勝。ナイス、よかった、よくできたね。やった、マジでよかった。ナイス、よし、オッケー。エイジス戦1個勝ったのでかいよ。勝ちでかい。じゃあエイジス戦2戦目どなたいきますか。僕いきます。ゆうとさん、やっぱ1戦目勝ってくれたんで、このまま流れつけてエイジス2戦とも勝利して、そのまま全勝で勝っていきたいと思います。全勝を宣言したゆうとが使うデッキはグランオッカー、イザナギ&イザナミを使った、緑紫デッキです。序盤は、コアブーストやドローで地盤を固めて、最後フィニッシャーの、大屋島やライオンロチを使って、相手のコアをなくしつつ確実に相手を壊していくデッキになります。かなり回したので、自信があるので、まあ、勝てると思います。そんなユートを迎え撃つ2人目のエイジスはエイジス3、マスオコウスケ。今回僕が使うのは赤緑の先制デッキです。今回追加されたサンライズミラージュ、このネクサスがダブルシンボルなので、これだったりこのビートミラージュだったり、ちょっと古いカードなんですけども、バリスタ、この3種が3枚ずつ入ってるので、この実質ダブルシンボルのネクサスが9枚、これで足場を固めていって、このオラクル21中19ザ3、このカードがですね、もうめちゃくちゃいろんなことが書いてあって、アタック時に相手のスピリット破壊しつつ、コアブしつつ、相手のコアロックしつつ、バトル終了時にライフ2個ボイドに置くっていう、めちゃくちゃ攻撃的なカードになってるので、この攻撃的なカードで相手を蹂躙してやります。エイジス倒してガーディアンの指名権取ろうと思ってるんでしょうけど、そんなことさせませんよ。この攻めのマスオの神髄見せてやりますよ。果たしてエイジスステージ初の連勝なるか。それではエイジスステージ第2試合、先攻エイジス3マスオコウスケ、高校下町レボットゆうとさん、ゲートオープン開放。お願いします。お願
願いします。さあ来ましたね、マスオさんの先行ということで、はい、まあ、今回マスオさんが持ってきたのが赤緑ファーストセット、はい、赤緑です、ね、これはあんま見たことないんですけどね。そうですね、まあ、今回あのまず3色から、はい、あの赤緑 の、 この混色デッキが新しく組めるようになったんですけど、それの強化されたデッキということで、はい、なるほど、はい、これで緑の世界からのゴッドブレイク、はい、おお、ゴッドブレイク、ワンドロー、はい、さらに危険を持たない相手のクラウンウォーカーネクサス破壊があるんですけども、この子から打ちでその後フィールドに行きますと、はい、フィールドにセットしている時に、2つの効果がございます、はい、お互いクラウンウォーカーネクサス全てのシンボルをまずゼロにします、うん、はい、で系統期限を持たないスピリットアルティメットの効果ではお互いのデッキは破棄されないということで、うん、まあ、デッキ破棄も見つつ、はい、クラウンウォーカーを使うデッキだったら、まあ、シンボルも消せるということで、これでタイムします、はい、ターンもらいます。スタートステップコアステップ、ドローステップ、4コストで4持つ仕込み召喚します。召喚時効果2枚破棄するなんですけど、そうです、ゆうとさんが使うデッキが、はい、イザナミ、イザナギデッキ、あらー、グラウォーク入ったんです。そうなんです、ファーストは特にございません。はい、いや、これつら、本当はこの4持つ仕込み召喚時に2枚破棄して、まあ、トラッシュから、まあ、イザナミ、イザナギか、神弓を含むカードを手札に加え入れたんですが、そこは食われずと、これが結構刺さりましたね、めちゃめちゃ刺さりましたね、刺さりましたね、はい、これでアタックステップに入ります。アタックステップ開始時に、読みのミコ、ヒルコをトラッシュに置くことで、デッキの上から1枚ドローもあります。はい、これでアタックステップ何もせずにターン終了します。ではターン終了します。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、ゴッドブレイクをもう1枚使用します。ゴッドブレイクもう1枚、なんか逆に事故ってるかもしれないですね。5コスト、緑の世界を配置して同じく1コアストリザル、そして1コスト、あ、ミラージュを、さらにミラージュ、いいですね、バタフライジャマン、そのセット中効果で、相手のアタックステップ開始にコスト4以下の相手のスピリットアルティメット1体を自由披露させて、うん、まあ、そうした時にグランウォーカーネクサスの子は3個ボイドに置くので、うん、まあ、結構イザナミイザナギデッキって3コスト、まあ、4コストのスピリットが多いので、まあ、残した状態でアタックステップに入っちゃうと自由披露された上にもしイザナミイザナギ配置してたらその上のコアも取り除いちゃう。なるほど。でこれでアタックステップに入って、はい、アタックせずに短縮します。ターンもらいます。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、ユウトさんにだいぶ刺さってますね。とりあえず1期限3コストでグランウォーカー、イザナギハンド、イザナギを配置します。さあ、イザナミ、イザナギですね。配置した時に同名のグランウォーカーのエンドでコアチャージを行います。トラッシュを増やしたいので、まあ、コアチャージでトラッシュを増やしていくと、大山積み、キングスコマンドなんで、対象が2枚あるので2コアチャージします。コアチャージです。いやどうする、4持つ仕込み次回します。まあ、でもとりあえずコア取り除かれたくないので消滅という形ですかね。これでアタックステップ入って何もせずにターン終了します。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、9コスト2で7コスト支払ってオラクル29歳打ったハイエロファント召喚、召喚時ボイドからコア5個をこのスピリットに置きます。はい、何か派生効果があればないです。はい、コスト、鉄砲7、鉄砲7、入れ替えをして、うわ、めちゃくちゃこのタイミングでの鉄砲7、いいですね、いいですね、相手と同じ枚数取る、4枚です。はい、1枚、4枚、そう、1枚捨てて4枚ドローですからね。あ、ちょっとコアが少ないのでサンドラコニクスをアクセル効果で使用します。はい、から2枚ドローします。でその後手元に置きます。はい、で手元にある間、先制を持つカード召喚するとき赤シンボル1つをいたします。はい、これでかなり次のターンの準備をして、そうですね、アタックステップに入ります。はい、ハイローパンダでアタック、はい、トリプルシンボル BP12000 アタック中です。はい、イザナミイザナギのいいところを全て無効にされてっていうのが辛いですね。ライフできます。ドボッドブレイク刺さってますね。現象時の提示で標準結界で、あ、はい、標準結界、それは相手のスピーチだけの手札に戻すので、ハイエロファント、ハイエロファントが手札に戻ってくると、フレイブの押しの
残します。はい、了解です。ジャブリングは残して、このナフシはとでは2コスト払って転生します。はい、で転生時効果でまずカウント1個発表します。はい、でこのスピットの転生時でこのバトルが終了した時にアタックステップを終了します。ではバトルが終了したのでアタックステップ終了します。ではターンもらいます。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ。苦しい状態が続いてますね。苦しいですね。シンボル白だとどうしても軽減がちょっと使えないので、これ万事軽減なしを5コストでこの雷鎮を召喚します。はい、さあこの雷鎮ですね、召喚時効果で2枚ドローできるんですが、まあ、イザナミイザナギがであれば相手のフィールドの子は2個リザーブに置けるので、召喚時効果でデッキの上から2枚ドローします。イザナギ&イザナミがあるときに相手のフィールドの子は2個リザーブに置くので鉄砲7しからリザーブに置きます。消滅ですね。とこの時バーストがあれば、さあ召喚時の大丈夫です。はい、了解です。オッケー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 、これでアタックステップに入ります。で、はい、アタックして疲労してしまうと、まあ、転生もできてしまうと、この時疲労した時の転生があれば、うん、転生大丈夫です。はい、フラッシュあれば、フラッシュこちらございません。フラッシュはないです。では1点バーストいただきます。はい、さあライフ減少のバーストでアレックスでした。バーストなぎゃんここでバースト効果発動できないです。おお、そうでした。満足しすぎて、ウキウキしちゃったんですかね。失念してバーストを意気揚々とやっちゃったかもしれないですね。これはちょっと、これはダサいですねこれでターン終了します。はい、ターンもらいます。あんだけ召喚ってブラフまでしてたのに、うん、ステップライフ減った瞬間にもう意気揚々と、そうですね、意気揚々とドヤ顔でめくったバーストを、はい、そのままトラッシュに行くっていう、トラッシュへということで、はい、サンライズミラージュを3コスト支払って配置します。さあネクサスネクサスを配置しましたね。ましたね、はい、ということでサンライズミラージュですね、マウンテンポリウスを召喚。はい、さあマウンテンゴリウスですね、まあ、スピリットとして召喚しましたね。召喚時効果で2個、コアを、ボイドから置くんですが、レベル2の自分のメインステップで、先制を持つ赤緑の、スピリットのこのスピリットの召喚時効果を発揮した時に、まあ、相手はこの召喚時に反応するバーストを発揮できないということなので、まあ、結構その召喚時効果対応する、この赤緑のデッキに関しては、このバーストがセットされても安心して、ね、召喚時を使えると。なるほどなるほど。召喚時に2個アブ、はい、ここで派生効果、派生というか何かあれば、派生効果はないです。はい、やりたい放題ですよ。9コストの、はい、先生の赤シンボル、はい、赤低減1つ満たすので、9コスト5軽減、はい、4コスト支払って4コストで召喚できます。そのフル軽減で出て5個増えるんで純粋に増えてるんですよね。4個使って5個増えてるんで、鉄砲の主を召喚しました。入れ替えを行うかどうか、入れ替えもして後に手札も増やせるってことですか。そこまいうわ2コスト天空トランクバリスタを配置します。はい、まあ、やっぱ赤シンボルと緑シンボル両方持ってる4コストのネクサスっていうだけでもかなり4コスト、ザ・サオン、さあ3出てきましたシンボル、出ましたよ、はい、まあ、こちらの3なんですが、アタック時効果のみしか持っておりません、はい、でこちらアタックするとシンボル1つの相手のスピリットネクサス1つを破壊できて、破壊したスピリットネクサスの効果は発揮されないと。なるほど、でも安心して破壊ができます。でさらに、ラッシュがありまして、緑2つあるとまずボイドからコア2個を自分のスピリットに持って3個あると次の相手のエンドステップまで相手はフィールドからコストを支払わないということで、まあ、マジックカードを使いたいとか、あのスピリット召喚したいってなった時に も、うん、もうフィールド の、 このスピリットとかに置かれてるコアを使っちゃダメだよっていう。なるほどね。これでアタックステップ開始時、はい、とではミブロックバラガンオリジンの効果でザ・サンをデッキの下に戻して、ザ・サンの方デッキの下ですね、鉄砲の足を戻しますと、はい、でオラクルンジザ・ハイロバントアタック、はい、アタック時に赤ラッシュで、手札が5枚になるようにドローします。でダブルシンボルアタック中で一応サンライズミラージュがターンに1回系統ライズ先制を持つ自分の赤緑のスピリットがブロックされた時、そのスピリットを回復できます。
ラッシュはないです。スキラもないです。では2ブロックバラバンオリジンでブロックします。はい、サナイズミラージュの効果で先生が待つ緑のスピードなので回復します。はい、あとで、ブロック後のフラッシュはないです。こちらもございません。はい、ここに攻めます。はい、何もなければ、さあファイロバントでもう一回アタックします。はい、さあアタックしました。さあ、あとはここでフラッシュ、何かあるでしょう。フラッシュタイム、あと軽減、紫1軽減の3コストで、ですね、はい、ハンコの弓ですね。ハンコの弓ですね。OK、OK だけど、と自分のトラッシュにあるカード名読み神名を含むコスト以下のスピットカードをコストシャズに召喚します。はい、とではゴッドシーカーを召喚します。はい、さあゴッドシーカーを、この時に召喚ですかね。ゼロカウンター、問い合うくもの、ゼロカウンターはございません。はい、これでゴッドシーカーの召喚時効果の処理を始めます。はい、3枚オープンします。キングスコマンド、篠津彦、うん、大屋島、うん、さあちょっと手札に入れたいカードは、まあ、グランスピードで召喚、はい、ができるって考えると、はい、逆にトラッシュに置きたいので、まあ、大屋島残ったカードを破棄します。置いても良いかなと思いますね。で、コアチャーします。はい、さあこれでコアが4つになったの で、 でこちらフラッシュタイミング、マスオさんです。ございません。こちらもフラッシュはないです。フラッシュない。それではゴッドシーカーでブロックします。はい、で転生もできるんですが、ブロックして相手のスピリットが披露したので、はい、ちょっと心落ち着いてきたかなっていうところでアレックス開いちゃうみたいなね、ちょっとあるんで、マスオさんのメンタルをちょっと鍛えてもらいたい。披露状態の相手のスピリットに入ってきました。かなり動揺が伺えますね。はい、さあ勝ちに持っていくか。イザナギ&イザナミのグランスキル使用します。はい、このイカゼチ召喚すれば2個は、はい、トラッシュから読みのランチにハメイカゼチ召喚します。やはりここは、そこはシュートで、この時ゼロカウンターがあればないです。でなければ召喚時効果使用します。2枚ドローします。その後フィールドにイザナギ&イザナミがあるので、相手のフィールドの子は2個リザーブに置くので、鉄砲7節と緑の自然進化2個リザーブに置きたいです。1個ずつなのでそれぞれ消滅ですね。この2個を払ってそのまま再配置を、はい、ちょっと攻めあぐねましたね。ちょっとこうかな、配置時フィールドから子1個リザーブ、配置ここでフォアを増やすと、はい、一応ドローもできる状態だったんですが、はい、ですね、フラッシュはないです。はい、じゃこちらもないので退出します。おお、よく耐えた。たまらないます。スタートステップ、なんとかターン返ってきました。はい、ドローステップ。では1軽減2コストゴッドシーカーというものを召喚します。はい、召喚されたのでコアチャージします。はい、召喚時効果でデッキの上から3枚オープンします。ゴッドシーカー、樹木柱、緑のスカイなので対象が樹木柱だけなので樹木柱を手札に入れます。はい、ではゴッドシーカーが、ジマレージアマハラを持つスピットカードグランコネクサスカードを召喚配置するときに、緑軽減満たせるので、軽減し緑1軽減2コストで樹木柱を召喚します。そして樹木柱ですね。とではイザナギ&イザナミにコアチャージ、はい、召喚時効果で召喚時効果で樹木柱を召喚します。コアが増えた時の提示あれば、はい、頑張れ。ゴッドシーカーの緑軽減使って1、2、3軽減2コストでオノゴロを召喚します。オノゴロ出ました。うん、とではイザナギ&イザナミにコアチャージ、はい、召喚時効果で、相手のスピリットアルティメット2体を10披露させるので、ハイロハント10披露で、2個を三日月に置きます。はい、で披露した時樹木マシュラを転生します。はい、10披露させたことによってさらに転生がいいですね。できますね。まずカウント1増やします。さあイザナギの、はい、神弓神殿、政治効果でボイドからこう1個ずつをレイジュージマを持つスピリット一体とこのネクサスに置くんで、2個さらにコアが増えました。コアが増えたときの手順で大丈夫です。はい、では緑緑緑紫であと4コスト大屋島ですが、さあ大屋島召喚ですね。来ました、まっさー大屋島来ましたよ。大屋島召喚時とアタック時にそれぞれボイドからこう2個まで増やします。はい、ここでですね、大屋島自身に2個はブーストとなります。もう一気にここでフィニッシュ、ゴッドシーカーをお誓いします。はい、頑張ってほしいですが、これでアタックステップに入ります。さあアタックステップに入りました。はい、
大屋島で大屋島来ました。アタック時効果で赤ブスですね。はい、そして召喚何をしてくるのか。でレベル2の効果で、手札にある呪魔霊獣を持つスピットカードを召喚できるので、では4軽減4コストでライオンロッチ召喚します。4コストでした。かなりコスト下がってきましたね。では大吉島の効果で、この効果で召喚したスピードがコスト5以上の時、相手のライフの子が1個リザーブに置きます。召喚してまずライフをリザーブに置くと、でイザイザの子はチャージします。はい、転生の前にライオンの血の召喚時効果を取り除くこともできるんで、はい、これ防御もできず、そうですね、防御に使うコアが今、はい、小出しに置かれそうな感じがあります、ね、あ、これやばい。さあマジックカード回収してきました。マストさんやばいよ、かなりやばい状況になりましたね。圧倒的な盤面からさあ2個を大江島の転生したいです。大きいね、いいよいいよ。さあ召喚条件を満たしたので転生ですね、転生を行います。ヨモツオオカミの転生時効果ですね。関東1増やします。はい、で転生時効果でフィールドのコア2個につき、相手のスピードアティメットのコア2個を取る、1個を取らしに置くんで、これやばい、フィールドからなので3個、絶対的にフィールドから置いていくということで、はい、これでフラッシュあればフラッシュないですね。ヒーローもフラッシュはないです。アタックで1点、うん、レベルが3なので、これで連勝の提示があればないです。はい、バトル終了時にこちらの提示はないので、さあじゃあバトル終了時ですね。お金1点、さあ相手のライフの子1個トラッシュにしようと、これ3コアで、また連勝の提示があれば特にないです。はい、OK、ね、ければ、何者の地でいやすごアタックしました。アタック時効果使用します。はい、いやー、ちょっと緊張してたと言いつつも、だいぶ優勢でしたからね。緑の自然神とリザーブから2個はトラッシュに送ります。はい、いや、これがきつい。これで、一応披露したんで、転生があれば、はい、特にないです。お手はフラッシュあれば、フラッシュもないです。こちらもないです。ナイスで、いけます。ありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございました。嬉しい。初めてエディス2連勝だ。お、いいね。さあ、お二人お疲れ様でした。お疲れ様です。さあ、ゆうとさん勝利おめでとうございます。ありがとうございます。これで初ですね。初の、そうですね、エイジスを二人倒したチーム初でございます。おめでとうございます。もう絶望的な盤面に見えたんですが、逆転勝利ということで、ゴッドブレイク貼られて、このイザイザのシンボルがもうそうですね、なくなったり、デッキ破棄できなくてヒルコ召喚できなかったりして、結構焦ったんですけど、なんとかライフ通さずに守ることできたんで、なんとか逆転できました。いや素晴らしいですね、マスオさん。はい、いやちょっと負けちゃいましたね。完敗ですね、乾杯ですね。乾杯というかだいぶなんか焦ってたように見えたんですけど、ちょっとこのゴッドブレイク相手刺さった、よっしゃーって思って、ちょっと相手に絶望を与えたっていう余裕から、じゃあアレックスでってやったらイザイザの効果忘れてました。いやもうとりあえずちょっとこの後他のガーディアンも含めてちょっとお説教部屋行きかなと思いますね。はい、気を引き締めていこうということで、恐ろしいですね。行きます。なんとか2勝できたんで、このまま有言実行通り全勝してキングに勝ちたいと思います。やったやったやった、マジですごい、やばい、ゴールブレイクされる次は完璧だったね。マジこのまま逆転やった、マジでナイス。じゃあ疲れた、2人指名できるか、行きます。 OK、 もう伝説作った、初めて。続いてのステージはガーディアン3人との勝ち抜き戦、ガーディアンステージ。今回チャレンジャーに立ちはだかるガーディアンはこの3人。強いめちゃくちゃ強い、マジか強すぎんか前回青で3盾してんの見てるかな、またザ・タワーとか来た、それ捨てました、すいません、すいません、
まず一戦目戦う相手は誰ですか？せーの、紫のガーディアンです。その紫のガーディアン、戦う相手は誰ですか？はい、ケモケモです。ケモケモさん、紫のエクストリームカードが公開されていて、自分が握るデッキはあのエクストリームカードの効果を受けないっていう、まあ、いわゆる特殊なデッキというか相性がいいと思っているデッキなので、今回自分が戦わせていただくことになりました。紫が来たら強気持って決まってたんで大事です。そうです、勝つこと前提で、そう勝ってから、まあ、誰と当てるかみたいな感じですかね。プレッシャーかけんなって勝つこと前提って言われてますね。本当参りますね。指名されたのは紫のガーディアン、坂口周平。2022年、坂口さん、一発目です。はい、明けましておめでとうございます。今回私が使うデッキは、再び、ヤゾです。バルマスケ大公爵、ザルムフォーファー。これがですね、ちょっと足りなかったフラッシュ枠をうまいこと補って、召喚時効果がまた結構強烈で、コアが2個以下の相手のスピリットアルティメット3体を破壊するという効果があって、なおかつ、相手のソロコアがリザーブになければプラス2ドロー、まあ、ある意味ヤゾクはこれで完成したと言っても過言ではないのかなと。まあ高校生のフレッシュなチームでしょ。でもね、それは裏を返すと青臭いってことなんだよ。どうしよう、ここまで破竹の勢いで勝ち進んできた下町レボット、果たしてガーディアンステージでどんなバトルを見せるのか。それではガーディアンステージ第1試合、先攻下町レボットケホケホさん、後攻紫のガーディアン坂口周平。ゲートオープン、開放。よろしくお願いします。リフレッシュステップ、メインステップ。3コスト、ゴッドシーカー、調整師とタルポスをレベル1で召喚します。召喚時効果を使用します。デッキの上から3枚オープンします。ジークブルムモア、永遠の絆、バシンダ、ビオレマイ、ダガツサイド。この中のそう、ビオレマイ1枚と、これはいいめくりじゃない、調整持ち4個さんで、どちらも大丈夫です、ね、これはやばいね、うん、これ出だしもやばいですね、最高の出だしだな。永遠の絆、バシンダンを手札に加えます。バシンダンも入ります。いいですね、素晴らしい。それではメインステップ終了、アタックステップはないのでエンドステップターン返します。はい、頑張ります。ケホケホさん、お年玉で、はい、永遠の絆バシンダンを買ったそうです。なるほど、お年玉でやっと手に入ったカードだから、はい、まあ、デッキ使われてると。そのカードをね、もう回収したので、ちょっとお母さんありがとうってことですね。本当にありがとう、よかったです。もうちょっとアウトステップ、コアステップ、ドローステップ、じゃあクラムウォーカー、アレックスロロー、3コス配置します。はい、了解です。同盟のカードがないのでコアチャージ、対象は1つ。このコアチャージでトラッシュに置かれたカードを1枚手札に加えるので、はい、殺人ゲーム、ゲゲルを、おー、ゲゲル、あら、ゲゲルを加えます。はい、了解です。で、残す殺人ゲーム、ゲゲルを配置します、はい。これでメインステップ終了して、アタックステップ何もなくエンドステップターン終了です。じゃあターンいただきます、はい、スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、バーストをセットします。よし、このバーストマジでいい。3コスト1軽減、2コスト支払って、ビオレ前魔族サイドを、配置します。配置時同盟のグランウォーカーがいないのでコアチャージを行います。アニメで、成功です。スキルドラゴン成功、ダクルの成功で、じゃあ3個いきましたね。いいですね、消えましたね、はい、3コスト、赤として扱えるので、はい、2軽減、1コスト支払って、
ゴッドシーカー調整士とブレティーダをレベル1で召喚します、はい、召喚時代償のスプリットが召喚されたので、ビオレ前に選択置かせていただきます、はい、では召喚時効果を使います。デッキの上から3枚オープンします。アポロンが2名でアポロンでは対象のカードが調整を持つコスト4以上のカード1枚とビオレ前を含むグラムウォーカーなのでガニメデが値段変わりましたね。残ったカードを発揮します、そしてタルポスの効果で調整を持つコスト3以下の自分のスピリッツ全てアタックできず相手の効果を受けないという。そうこの2体とも効果を受けないということで、はい、ではアタックステップに入って何もせずエンドセットターン終了で、はい、しかもベルディーダもね、シンボル追加もありますし、そうですね、足場がすごいな、3コスト1回コスト紫の世界で、紫の配置実行化で配置実行化でまずドロー、手札を増えてネクサスの効果が出ました。さあ配置時や増加後のバーストなんですがないです、はい、これコアシュートもできませんからね。そうですね、もう一切効果を受けないのであの2体をちょっと除去していくのが難しい形ありますね。バーストも生地あるの で、ね、かなりちょっと動き出し難しいところありますね。さあミラージュをセットしました。アルマスケ短縮レムクールをミラージュとしてセットします。レムクールですね。ではこれでメインステップ終了してアタックステップ何もなくエンドステップターン終了です。ではターンをいただきます、はい、スタートステップコアステップドローステップ、ペレディーダの効果で、シンボル2つ追加する状態ですね。さあここで永遠の絆、バシンダーを配置します。お小遣いバシンダーになりましたね。使いたかったカードを成功。コーデリア成功、成功。さあ、失敗。おお、バシンダーも強すぎ。では、コスト3以上がブレイブ。バシンダーの効果で、このネクサスのコアチャージで、トラッシュに置かれた系統調整行動を待つカードを1枚手札に加えるので、コーデリアを手札に加えます。コーデリア手札に加わりました。いいですね、しっかりと加えてきたというと調子いいですよ。だいぶ動きいいですね。そうですね、3コスト1ゲーム2コスト支払って、うん、紫の世界を配置しました。配置効果で自分はデッキから1枚ドローできます、はい、1枚ドローします。ドローではアタックステップに入ります。はい、タルボスの効果でアタックできるので、このままいいですね。はい、どうぞスタートステップバースト、はい、やっぱりバーストは開かなきゃいけないですからね、いつかは。そうですね、しょうがないと一言つぶやきました。2件、うん、4コストアルマスケ大公爵ザルムフォーファーを召喚します。対象のスピリットが出たのでアレックスロールにコアチャージ。了解です。で召喚時効果、コア2個以下の相手のスピリットアルティメット3体を破壊する。ただ、対象が取れないので、この効果は不発です。さらに相手のソロカードがリザーブにないとき自分はデッキから2枚ドローする、はい、という効果で効果で2枚倒します。こうなってくるとエイディスが負けてしまったことが悔やまれました。いやそうですね、選択権でかなり相性の悪い試合にちょっとなってしまっているので、はい、そうですね。これでメインステップを終了して、そうメインステップを終了してアタックするかどうかですね。何もせずエンドステップターンです。ではターンをいただきます。変えてきました、ケホケホさん。ドローステップ調整はどうしても破壊されにくいグランウォーカーネクサスだったり、はい、効果を受けないスピリット等でどんどん盤面を整えていけるので、自分は2枚ドローします。そのノボドローですね、2枚ドローして、はい、その後、ビオレマイ魔族サイドのコア1個をボイドに置けばさらにもう1枚ドローできるということで、コア1つボイドに置くことで1枚で最大3枚ドローできる、で優秀なカードですね。で、うん、はい、もう1枚ドローします。置いてさらにドロー、ブリティーダー、そうですね、シンボルを追加するということで高コストの何か出てくるかもしれないですね。8コスト、赤、赤来ました。赤ダークブルームノバテンですね。早くも2コスト支払ってダークブルームノバテンをレベル1で召喚します。いやめちゃくちゃいい。フラッシュタイミングで、滅解放を持っておりまして、まずターンに1回疲労状態の相手のスピードを破壊すると、でまたはゲーム中に1回赤紫のグランウォーカーネクサスのコア2個を、このスピリットに置けて、まあ、そうした時に、無色として扱って相手のスピリットグランウォーカーネクサスのブレイブ全てを破壊する。対象のスピリットが召喚されたので両方にコアチャージを行います。ではゴッドシーカー調整したベレティーダのコアとタルポスのコアを入れ替えてゴッドシーベレティーダの
自害します。さあベルディーダを紫の使い手であれば、ね、どうぞ。大丈夫です。はい、了解です。では召喚します。はい、ダークウルの表のレベル2、3フラッシュで熱解放、ターンに1回疲労状態の相手のスピリッティを破壊する、はい、強いですね。またはゲーム中に1回自分の赤紫のグランウォーカーネクサスのコアに1個このスピリッティに受けるので、うん、ユーレマイ魔族サイド1個と A の絆バシンだから1個1個ずつ1個ずつに受けます、うん、そうした時にこのスピリッティの色を無色として扱い、相手のスピリッティグランウォーカーネクサスのブレイブスピリッティを破壊するのですが対象がいません。ではアタックステップに入ります。エテリエ神、エテリエ聖霊、ダークブルーの剣でアタックします。アタックしました。アタック時に、フラッシュあれば。いや厳しい戦いですね。いやかなりフラッシュはない。フラッシュはない。こちらもフラッシュ。フラッシュはない。フラッシュあります。あるか。ございません。あ、ありません。ガーディアンとエクストリームカード。はい、でフラッシュないです。さあブロック後にフラッシュで、でもフラッシュタイミング。フラッシュタイミング。構成財産としてそこにですね来ました。ダクルの手にソブカを仕掛けて降臨します。はい、降臨時にゴーチャージをします。はい、では降臨時効果を使用します。相手のネクサスを一つ破壊します。はい、さらに召喚してくる。召喚できちゃう。降臨していた時にこのスプリットの降臨元カード1枚を、はい、なので降臨でゴーチャージをしつつ、さらに1コスト払ってのダークブルームの点を再召喚します。さらにそこでコアをゴーチャージ、紫の使いの転生とこちらのコアチャージがあるんですが、先にコアチャージから行います。まずコアチャージなんですね、うん、召喚。さあターンプレイヤーが選べますからね。では紫の世界転生があればどうぞ。大丈夫ですね。はい、了解です。さあブロッカーとして、さあ転生で紫の赤マシン、うんうん、はい、転生時効果はと思います。了解です。では効果が全て処理終わったので、はい、このスプリットは消滅します。ダークブルームノバテンが再度召喚されましたので、先ほどターン1効果、はい、ゲーム1効果を使ったダークブルームノバとは別のダークブルームノバが出てきたと、いうことになっちゃいますので、では今こちらフラッシュだったのでフラッシュあれば。フラッシュはないです。ではこちらフラッシュ、はい、ここにあと両方の効果もう一度使うことができる、はい、ターンに1回疲労状態に、おいおいおい、とんでもない効果なので、そのスピリッツコアめちゃくちゃ多くなりますね。そうです、そうです、コアを永遠の絆バシンなどの効果で、自分のアタックステップで調整行動を持つ本来のコストが6以上の自分のスピリットが相手のスピリットを破壊したときに、相手のこのネクサスのコア3個ボイドに置くことで相手のライフのコア1個ボイドに置くという効果があるので、はい、ボイドに置くことで1点ボイドに置きたいです。はい、では、はい、ライフが減ってるのに使えるコアが増えないという、あれば、うん、フラッシュはないです。ではこちらフラッシュで、このネクサスのコアを2個ボイドに置くことで、相手のスピリットアルティメットのコア1個、相手のトラッシュのコアで紫の使い、さあターン1回の、ビオレマイ魔族サイダの、グランスキルですね。あるんですけど、まあ、ターン1回、2個、ボイドに置いて相手のスピリットアルティメットのコア1個をトラッシュということで、さあ悪魔神を、消滅、根源回帰、さあ根源回帰を使用して再配置しました。はい、1枚ドラですね。そうすると、ちょっとコアもないですね。はい、そうですね。ないです。こちらもないで。ではアタックステップ継続します。はい、ダークブルームの剣でアタックします。はい、さあダブルシンボルでアタックですね。紫の使いの効果は効かないので、はい、ダブルシンボルでフラッシュあれば。さあ2点。さあこれは通るんじゃないか。フラッシュはないです。フラッシュはない。2点。ライフが減った時に何か提示があれば。特にないです。こちらもないです。では、はい、エンドステップターン終了で。はい、さあ厳しい、はい、コアステップ、ドローステップ、サンコスに行きます。さあアイランドルートですね。ルート配置します。配置効果で1枚ドローできます。そしてエクストリームカードも効かないかもしれない、まあ、紫の、試練のエクストリームカード、こちら相手の効果で、効果を受けないというものがあると、うんうんうん、どうしても受けないので、うんうんうん、そこも含めてやっぱり相性を選んで、まあ、1戦目坂口さんを選んでるというところはありそうですね、はい、今この状況だと何も受けないですよね。そうですね、うん、4コスト2経験。さあバルマスケ巨城ブラッドランドですね。はい、配置時効果で
ありますけど、移行色、ゼーゲブラヒトを。そう、ゼーゲブラヒトを、発揮して2枚取るんですね。2枚。残します。了解です。攻める手、かなり絞られてくると思いますが。ここ、ね、1勝目って大事ですね。勢いが。大事です。もう1枚。ブラックロンドを配置ですね。ブラックロンドを配置します。はい、配置したときに、矢底を、ドクガゼバを増やしていく。して、うん、シンボルはあるものの、参加するチコスとさあザワラントですね。スピリットが出てきましたね。バラマスケ男子でザワラントを召喚します。はい、召喚時効果手札1枚復帰することで1枚の敵から1枚とさあ、します。はい、手札1枚発揮することで1枚ドロー、はい、まあ、その後ミラージュをセットしていればコア1個以下の相手のスピリットが破壊するんですが、まあ、対象がいないと。開きました。ファラオです。召喚時発揮後でファラオですね。バッチに開きます。よし、このカードをコストを知らずに召喚します。その後このスピリットの召喚降臨時効果を取って相手のスピリット1体を破壊し、はい、相手のターンならそのターンを終了させるのでそのカードを破壊したいです。ザーラントは破壊されました。転生とかがなければこちらは転生ない。強制終了ですね。単終了です。今なんだかんだで一番痛いカードかもしれない。いや、めちゃめちゃここで刺さりますね。リフレッシュステップ、はい、余裕を見せつつ見せて3コスト2軽減1コスト支払ってゴッドシーカー調整士とサブタルボスをレベル1で召喚します。召喚時コアチャージを行います。今こちらも効果を受けない。召喚時効果使用します。デッキの上から3枚プレイします。紫の使い、ノバテン。さあノバテンが見えました。対象が時空を持ってない。出ちゃいましたね。見えましたね。見えましたね。よし、ちょっとエグスガッツポーズしとるガッツポーズしとるやないかい。よし、さあもう手をかけてますよ。ダークブレムの剣の密解放を使います。はい、ここでも使えるコアも増やして、タイムスピリット破壊する、またはゲーム中に1回昼の中のグラムオーカーネクサスのコアにコンスピリットに置けるので、そうした時にこのスピリットの色を無色として使って相手のスピリットグラムオーカーネクサスの全てを破壊、あ、のブレイブを破壊するんですが対象がいません。さあ、来たー。そして先ほどデリアを超えてました。コーデリア、コーデリア挑戦してコーデリアを、はい、さあこの動きはもう召喚します。召喚時コアチャージと行います。召喚時効果があるのですが、使用はしません、はい、アタックステップ開始時効果を使います、はい、トラッシュにある、ソウルコア以外のコアをこのスピリットに好きなだけ置きます、はい、この効果で4個以上コーデリアの効果を使いました。シークラーの手もこのスピリットにトラッシュにソウルコアを置いたものとして降臨できます。はい、降臨に対象のスピリットが降臨したのでコアチャージを行います。コアを増やしてではアタックステップに入ります。さあ超新星でジークルーの魔点でアタックします。アタック時効果1万5000まで相手のスピリット好きなだけ破壊するんですが、対象がいないと超解放ですね。その後効果でレオレマイのコア1個と金の子3個、さあ赤紫のグランオカネクさんコア4個置くことで、ことでまでをボイルに置くことができるので、2個ボイルに置きたいな。はい、じゃあライフをボイルに置きたいです。はい、ないので、あー、了解です。はい、2個ボイルできました。ありがとうございました。分かれました。わー、やったお疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、ケホケホさんおめでとうございます。ありがとうございます。いや、どうですか今の気持ちは。ファラオがすごい刺さって、刺さりましたね。良かったなって思いました。いや、最初からねちょっと調子良かったですもんね、一旦目がね。そうですね、ゴッドシーカーが引いたのが本当にラッキーでしたね、はい、まずは一勝というところでございまして、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ坂口さん、はい、ちょっと相性も悪かったですね。そうですね、効果を受けないばっかり並ばれると、はい、何もできないので。いや、そうですね、はい、とりあえず盤面をコツコツ作って、うん、殴れるチャンスがあったらとは思ったんですけど、うん、はい、まあちょっとその隙間はなかったですね。いや、これはもう1戦目紫のガーディアンを指定してきただけありますね、これね、うん、ガーディアン戦の1試合目って結構大切な試合かなと思うんですけど、うん、勝利したので、うん、これをまたね勢いづいて、はい、そのままキング戦も行って100万円ゲットしてほしいなと思います。次回、青のガーディアン小川翔平さんでお願いします。もうあとはやれるだけやるみたいな。対する青のガーディアンは時間熱気を持ってきました。自分のカウント6個をボイドに置いて相手のターンを飛ばしてしまう。
でも僕は次のターン自分が何を引くかも分かってるし、どういう風に戦っていくのかっていうのを決めることができるので、相手の時間を奪うだけではなく自分の未来を決めて、申し訳ないです、決まっちゃってるんですよ、僕の勝利っていう未来は。バトスピニュース、ディーバブースターシャイニングソングが2月26日発売予定です。よいしょ、早くちょうだい。ま、先週に引き続き、はい、今週も西の、スピリットカードをご紹介していきたいと思います、うん、では今回一気にいきたいと思います。こちらです、ドン、スピッツドラコニー、そして星の歌姫スピッツドラコニー。うわかわいい新キャラですね、はい、来ちゃいましたよ。新井さんどうですか、このうん、メカメカしいこの翼に何か見覚えないですか、あこれ、うん、この部分ね、うん、なんかすごい見覚えあるような、もう私が見間違えるわけないじゃん、スピッツアードラゴンでしょこれ。おお、さすがですね。これはいや、そうなんですよ、お世話になってますよ。今回元ネタとなっている、ま、調整したスピッツアードラゴン、はいはい、こちらの方、ま、メガデッキのね、あの、はい、ダブルノバデッキ10、こちらの方に入っていた、ま、スピリットで、ま、有名な、うんうん、はい、カードとなっております。でこちらはまず、ま、スピッツドラゴニーね、うんうん、シャイニーハーツと、ま、トワイライトゴシック、この2つのチーム、はいはいはい、持っておりまして、うん、シャイニーハーツといったらもうあのジークブルムノバを元になっているノアフルール、うんうん、でやっぱトワイライトゴシックといったら、ま、ダークブルムノバが元になっているディアナフルールのね、あ、2大巨頭、2人のキャラもいるということで、うんうん、ま、この2つがついてるのも納得なんじゃないかなと。あ、はい、なるほどね、ただ調整のね、そうそうそう、ダブルのね、はい、2つのチームに所属してるよと、はいはいはい、フレーバーテキスト、はい、これちょっと注目して見ていただきたいんですけど、まあなんかすごい、はい、なんか2人のことがね、まあ、気になるような感じの。そうなんですよ、フレーバーってやっぱバトスピンで結構面白いのあるじゃないですか、うんうん、なんて書いてあるの、ね、これちょっと読み上げると、え、アイドルに興味がないかですか、あのフルール姉妹ノアちゃんとディアナちゃんに会えますか、お話聞かせてください。連れて行かれてるんですよ、これは。まだ、え、街中でスカウトされて、そう、スカウトのワンシーン、連れて行かれちゃって、ちょっと危ないよね、これちょろくないか。そうなんですよ、ちょっとビッグネーム出されてホリホリついていくのが心配になっちゃう系アイドルですわ、ね、危ないよね、ちゃんと名刺もらったのかな、はい、しっかりとしたね、まあ、多分しっかりした名刺をもらって、まあ、アイドルにね、まあ、そうですよね、衣装着てますから、あ、確かに、デビューはできてますよ、あ、本当だ、わ、私新人アイドルのスピッツドラゴニーって言います、夢はノア先輩、ディアナ先輩と一緒のステージに立つことです、よろしくお願いします。わー、どうしよう、あの地下からのスタートだったらどうしようか。まあね、夢しか語ってないから、この子ね、どのプロデューサーがプロデュースしたか声かけたのかは、まあね、分かんないと思うんですが、そうですね、それは皆さんのね、コーチも知らないかもしれないですけど、でもチーム入ってるけど所属はできたんだね、はい、そうです、そう、プロデューサーに入ってね、ちゃんとね、このチームにはね所属しておりますよと、はいはい、まだあのカードのテキストは入ってないんですけど、カードのテキスト入ってもいいですか、効果も気になりますから、じゃ気になると思うんで、はい、あ、効果もね、はい、あ、そうかそうか、スピッツラゴに関しては、まあ、ミラージュ、うん、まあ、シャイニーハーツかトワイライトゴシックを持つスピリットを召喚するときに、うん、軽減シンボル2つ満たすことが、普通に強くない、2つ満たせるんで、ノアだったりディアナの、あのサポートを召喚してくださいっていうような、まあ、サポート効果を持っておりますよ。召喚するとショーアップも持ってるんで、星の歌姫、はい、衣装の方に召喚ができますよと。星の歌姫のスピッツドラコニーに関しましては、ショーアップで召喚されていったら相手のバーストを手札に戻します。あ、はい、戻してさらにスピリットかライフにコア1個増やすことができます。え、ライフにいけるの、ライフを回復できる、便利。まあ、元々のね、スピッツァードラゴンもちょっとコア増やしたりとかしてたと思いますし、バーストもね、こう取り除くような効果あったと思うんで、まあ、そこをまあ踏襲してるような効果で、さらに召喚アタック時も1個ありまして、相手のスピリット BP マイナス7000、うん、破壊したら自身回復ってなってたんで、もともとスピッツァードラゴンってまあアタック時にね、レベル2でこう持ってたんですけど、これレベル1から召喚とアタックでなんで、まあ言ってしまえば1万4000あ、本当だ、うん、のスピリットをこう破壊しながらまた回復みたいなこともできるんで、え、まあ、下手すると本家超えちゃってるんじゃないかなみたいな性能もね、確かにね、はい、持っておりますよと。どうですか、新井さん。だって、まあ、確かに本家超えてるっていうのはあったけど、だって召喚時だって、うん、そのショーアップっていう条件はあるけど、うんうん、あのバーストを手札に戻すんでしょ。そうそうそう、従来のスピッツァーでいけなかったその破棄されないとか、うんうんうん、破棄されたら発動する系のバーストも戻しちゃえばいいわけだから、そう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 、ここもちょっと超えてないかい。もう破棄じゃないんでね。確かに、え、強くないか。
だから元々のねスピッツァドラゴンちょっと目立ってる気持ちのデッキだったとしても手札戻しちゃえばいいよっていう感じで。あーこれはちょっとダイヤの原石をちょっとスカウトしちゃったんじゃないのこれ。そうですね、いやーこれなかなかだと思うんで、ね、あと本人の希望通りですね、先輩たち2人と一緒にステージに立ってほしいなとも思います。確かにね、先輩たちも支えてほしいな、はい、そういうデッキもね考えてもらえればもう本当にサポートとしてもその自分自身のフィニッシャーになることもできるようなカードとなっておりますので、はい、ぜひ使っていただきたいなと思います、はい、ディーバブースターシャイニングソングは2月26日土曜日の発売で、ブースターパック8枚入り、税込み407円、自販機ブースター4枚入り税込み200円です。ぜひゲットして最高のステージを作ってくださいね。イベント情報、3月12日土曜日に大型公認イベント、うんうん、バトルスピリッツワイルドバウトが新たな装いで、バトルスピリッツワイルドバウトダブル R、こちらが開催予定となりました。おお、ダブル R。 ダブル R。 こちらのイベントなんですが、全国12の公認店舗、こちらで予選を同時開催いたしまして、リモートで決勝をつないで1位を決めるというようなバトスピとしては初のイベントとなっております。なるほどね、もうじゃあその日に決まるんだ。もうその日に予選をやって、1位までもう1位までがいいね、いいですね、1が決まる、はい、面白いね。ダブル R、 そうダブル R、 これはやっぱりどう見たってレッド両兵ってことですよね、うん、レッド両兵、レッド両兵杯でしょこれ。レッド両兵、違う違う、何言ってるんですか。何、え、久しぶりの公認イベントですよ、うん、大型の、うん、もうランランルーでしょ。ランランルー、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 トリプル R だろ、そしたらトリプル R になっちゃってる。ランランルーがトリプル R だろ、1個増えてる。じゃあランルーよ、ランルー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 。急になんか戦艦みたいになってきたけど、店舗予選、こちらリアルでね、対面でバトルを行いますよと。決勝戦は何でやるんですか。リモート、あ、それだ、リアル、リアルリモート。さあ、あ、そうなんだ。あ、リモートって R から始まるんだね。そこからカタカナ、そこからリモートって言ったか。あ、そうか、リモートって R か。そうか、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 そうか。かけるだからね。かける。リアルかけるリモートってことなんだ。そうですよ。そうなんだ。リアルで対戦しつつ決勝をリモートでつなげるというダブル R。あ、それってか。なるほど。全然ランランルーって何だよ。本当にもう。ランランルーはもう増えてる。自分のことかと思っちゃったわ。なかなか出てこないですかね。あの、ダブル R でレッド両兵っていう。レッド両兵かなと思って。なんか新しいカリスマみたいな名前になって。はい、まあ、今回ね、あの、その予選が行われる12の公認店舗ご紹介したいと思います。それがこちらです。お、はい、お、なるほど、ね、ということで、まあ、こちらで、まあ、予選大会をね、まあ、開催しまして、まあ、各店舗で、まあ、代表者を決めまして、でその代表者を、まあ、リモートでつないで、まあ、決勝をねこう行うという大会となっておりますと。はい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 。で各会場にはしっかりあのスタッフも配備されておりますので、まあ、リモートでね、まあ、バトルするっていう部分でも、まあ、安心して、まあ、できるんじゃないかな。じゃあ安心ですよね。ルールミスやっぱ大会やってる時にね。そう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 。なんかあのネットあれ繋がんないとか、これどうやったらいいのとかも分かんないとかもね あると思うので、まあ、安心して、はい、ご参加いただければなと思います。で、そして気になる記念品ですよ。あ、欲しい、うん、はい、参加された方全員にバトスピアニメカードプロモーションパック2021と、ワイルドバウト2019のスリーブ、え、こちらをプレゼントしたいなと。参加するだけで、はい、だってこれまでの開放祭で言ったら入り口でこれ配ってるようなもんでしょ。もうそうです、そうです、もうこれがもうもらえちゃうよと。さらにですよ、やっぱワイルドバウト、うん、ワイドバウトといったら上位の、ね、記念品も豪華じゃないですか。はい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 、まあ、それがこちらですよ。おお、これさ、そうなんですよ、新しいこのアレックスのリバイバル の、 このワイドバウト特製の金と銀と銅の、コアケース、これ新色です。ええ、なんとあの黄色のね、黄色のコアケースが、お、欲しい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 、はい、出た。いつもの銀じゃないです、これ黄色の方のコアケースが、あ、欲しい、うちのディーバデッキのコアケースにしてあげたい。いやね、ぜひ欲しいと思う。ヤッキーさん自分の色だけ作るじゃん。いや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 、たまたまよ、たま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 、たまたまじゃ黄色にならんじゃん。たまたまよ、で公認イベントだから、あとはね、うちだけの、うちだけのお話じゃないから、向こうからね、まあ、黄色で作りたい。圧かけたんじゃないの、圧かけたんじゃないの、黄色圧かけたんじゃないの。
まあ、このね上位記念品については、まあ、詳しくはね、うん、あの公式ホームページの方をチェックしていただければなと思います。はいはいはい。でまたですねあの参加方法、気になると思うんですがこちら、うん、今回は、まあ、イベント完全事前抽選制となっておりますので、なるほど、ね、はい、まあ、事前にご応募いただいて、まあ、抽選の方で、ご参加いただく形となりますので、うん、応募のお忘れだけは十分ご注意いただければなと思います。でイベントの応募期間なんですが、2月14日、月曜日の19時から、2月27日、日曜日の、23時59分までとなっておりまして、まあ、応募はお一人、1回限りとなっております、うん、で複数エリアでの、ご応募ということはできませんのであらかじめご了承ください、参加する店舗も、なるべく、まあ、近隣のね、まあ、一番近いところにご参加いただきたいなと思いますのでぜひそちらの方を選んでいただいてご参加ください、うんうんうん。でここで、大事なお知らせですが、はい、まあ、昨今のね、新型コロナウイルス感染症のねあの拡大に伴いましてイベントの応募期間であったりとか、うん、まあ、イベント自体が、まあ、延期だったり、まあ、中止だったりになる可能性もございますので、うん、こちらの方もあらかじめご了承ください、うん。まあ、最新の情報はイベントの、ホームページで、更新されますので、ぜひその都度、チェックしていただければと思います、うん。はい、ということで、まあ、めちゃめちゃ楽しみなね、うん、ワイルドバウト WR、 はい、いかがですかこの WR。 いや本当に今見た景品も商品も豪華だし、うん、あとリモートも使えるってことで、うん、まあ、対象地域とか対象店舗も、うん、まあ、近くのお住まいの方は、まあ、決勝戦まで自分のホームグラウンドでやれるっていいですよね、うん、ね、安心した状態というかリラックスした状態で大会に臨めるっていうのはこれは新しい、うん、いい試みだと思いますね、はい、もうなんか遠征しなくていいんですから ね、その移動もいらないって考えたらね、はい、ゆっくり寝られる、うんうん、まあ、あとやっぱあれですよね、うん、そのこういう大きい大会って基本的にはやっぱり何日かかけるじゃないですか、うん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 、そのまあ1日目に予選やったりして、はい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 、で各地域の予選が集まってっていうのを、うん、まあ、そのリモートも、うんうん、混ぜることによって1日でできるし、うん、何よりその広がりますよね、うん、これがもし大盛況で、うんうん、次もどんどんやろうってなった時に、うん、まあ、リアルとリモートをこう合体させたイベントみたいなのがどんどん増えていったら、うんうん、できるんじゃないですかこれまた違う形とかでも。いやそうですね、これがねまず新しい試みなんでね、そうそうそう、ぜひねこれね成功してほしいなって思いますね、うん、本当に、はい、俺も参加しません2人で。あ、抽選だけど出してみる一応。一応、うん、だって景品欲しいもんね参加者。欲しい欲しい。ちょっと事前にあの言っといて、あのこの2人が応募してきたらちょっとあのユーザーさんに譲ってくださいってそう先にねあの抽選事務局の方にね応募1人1回なんで我々弾かれちゃうなゼロ回戦敗退くそーはい、ということでバトルスピリッツワイルドバウト WR は3月12日土曜日開催予定となっております。バトスピ公式ホームページの方で大会のページ飛びますので詳細はそちらの方チェックしてみてください。